映画界に捧ぐは池田摩荘の小説、及びそれを原作とした映画作品。野生時代1977年1月号に発表、同年に第77回、芥川賞を受賞。芥川賞は、三戸正宏の僕って何との同時受賞である。遠藤周作、中村光を、吉行淳之介が高く評価する一方で、 官能的な内容が物議を醸し、永井達夫は本作への受賞に抗議し、芥川商選公委員を辞任することとなる。また、本作と前述の、僕って何が掲載された、文芸春秋1977年9月号は100万部を記録している。文芸春秋が100万部以上を記録したのは、昭和天皇独白録を掲載した1990年12月号。 村上龍の、限りなく透明に近いブルーが掲載された1976年9月号、金原ひとみの、蛇に、ピアスと、綿ヤリサの、蹴りたい背中が掲載された2004年5月号である。その後本作と短編小説、テーブルの下の婚礼を下敷きに、池田自身の監督、脚本により、1979年に映画化される。小説では、主人公とその妻は、 日本人で舞台はサンフランシスコであるが映画では主人公はギリシャ人舞台はローマに変更キャストは全員イタリア人となり日本に映画ながら日本人キャストがいないこの作品には後にイタリア国会議員となるポルノ女優チッチョリーナも出演している翌年1980年9月5日フジテレビ ゴールデン用画劇場で TV 放送される。その後、1988年7月8日、日本テレビ、金曜ロードショーで再放映された時には、チッチョリーナの吹き替えを当時ブレイクしていた、AV 女優の黒木香里が演じた。ギリシアの固い中からローマ絵を学びに来ているニコスは、大学に通いもせず毎日向かいの部屋に住む娼婦の、裸体を覗き見し楽しんでいた。 そんなニコスが住む下宿には30歳過ぎのエルダと彼女の妹で聴覚障害者のリーザが暮らしていた。そしてニコスはアンという恋人がいるにもかかわらずエルダと肉体関係を持つ。その後日々エスカレートしていく二人の愛欲の日々、ついにニコスは彼女と結婚をする。そんな中ニコスは有名画廊の経営者と出会う。そして今度はその娘アニタと 肉体関係を結ぶ。妻、エルダがいるにもかかわらず、今度は、アニタとの愛欲生活に溺れていくニコス。そんな二人のジョージを、いつも見ている者がいた。それは、エルダの妹、リーザだった。物言わぬ、彼女の自分への思いを悟ったニコスは、リーザとアニタ、さらに、アニタの友人カメラマンのグロリアを連れて、エーゲ海へと向かった。エーゲ海の美しい景色の中、 三人の美女と自由気ままな愛欲生活を続けるニコス。そんな彼に妻いるなは、そこに女がいるのねと必要な電話攻撃に出る。しかし、ニコスは妻の問いに答えない。そして眠るニコス、ふと目覚めると、そこには銃を向けたリーザが立っていた。キネマ旬報ベスト1085回前九1924から2011380ページ。 ありがとうございます。